緒にいようよ。よし、その調子だ。両手を上げて出てこい。そこか。話はそれからだ。飛ぶぞ。誰かよ。まるでツバメだな。全員ぶっ飛ばして。あの鳥はお前にも取り付くのか。チケットも何も全部用意してたのに。
せ。邪魔見やがれ。役に立ってこい。おお、まるでツバメだな。パラス。慌てるな、私。6歳の頃からの幼馴染。今のは何だ？ま、自業自得。さあ、行こうか。隠れて。よし、その調子だ。ここじゃお前の安全を保証できる。自分の身は自分で守る。一人で進むべきじゃないな。はぐれた奴は吸血鬼のカモだ。あの鳥はお前にも取り付くのか。言いたくなかったら仲間に回れ。新しいやつだ。俺の言ってた通りだったな。ここの人たちが大量の物資を見つけてくれたんだ。自由に使ってよ。
るじゃない。これはただこんなに楽勝じゃ動画の尺が足りないぞ。最高だ。その病気だった。私以外家族のみんながその病気だった。それでみんな死んでしまった。私は誰も助けられなかった。チームで動けば生き残りやすくなる。それに何か面白いものも見つけやすくなるかもな。弾薬やリワイヤーキットがあるよ。よかったら持って行ってくれ。
弾薬やリワイヤーキットがある。だから寝てくる。ジェイコブ、お前は行動的な人間だ。それで…ああ、悪かった。で、聞いてもいいか？なぜお前は打ち合いの最中でも冷静でいられるんだ？どう訓練？銃弾が目の前をかすめても気にならないっていうのか？気にはなった。死ぬことなかった。私は生きた。私の全てがめちゃくちゃになっても生き続けた。私を殺せるものはなかった。
吸血鬼だ。渡りガラスか。だが普通のカラスじゃないよな。
昔は一人で頑張ったものだが、今は団体行動した方がいいんだ。行こうか。やるじゃないか。